皆さんこんばんは。モナリザクロンでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今日から通常の投稿をさせていただきます。いろいろご心配をおかけしましたけれども、通常に戻って通常の動画を投稿していきます。たった一本の動画でチャンネル登録者が2000人以上という、ことが起こりました。しばらく今後のことについて悩んでいたんですけれども、やはり、このチャンネルはカメラ、写真、そういったところを中心にして進めさせていくことにしました。ビートルズもあるかもしれません。どうぞよろしくお願いします。1940年代の後半からアメリカで抽象表現主義という絵画活動が活発化していきます。アメリカが急成長していくんですよね。経済の成長とともに巨大な建物がどんどん生まれます。摩天楼って呼ばれますよね。その摩天楼、巨大な建物の中に必要なもの、絵画、文化、その一つとして抽象表現主義絵画が生まれていくんですね。とにかくでかい建物の中に飾れる絵画、絵ですよ。特徴はね、そうね、まずオールオーバーって言いますよね。均一だから、普通絵画って中心があって脇役があるんですけれども、もう全てが均一になっているっていうのが一つ特徴ですね。絵の具を投げつけるようにキャンバスに描いたりとか、極端に言えば人間がゴロゴロゴロと転がったりとか、何を描いてるのかわからない、抽象ですね。でもう一つは痕跡を重視する。絵を描いていくと必ず、例えばペインティングナイフで描いた跡とか、絵の具を投げつけて生まれた形とか、そういったものを大事にするんです。制作の過程を大切にする。大きくて均一で制作の過程を大切にしていくというのが、この抽象表現主義。代表的な作家はジャクソン・ポロックですね。今こちらにあると思いますけれども、もうアメリカの生んだスターですね。交通事故で亡くなるっていうのも、なんかこうアメリカらしい感じを受けます。それからマーク・ロスコ、すごく穏やかで美しい巨大なね作品ですけれども、まさにアメリカの摩天楼の中にこの作品が飾られていく。それからデ・クーニング、彼の作品は激しいですよね。ポロックに近いところはあるんですけれども、もうその情熱的な、作品も大変人気を博しました。こういった作家が生まれてスターになっていく時代でした。こちらの作品を見てください。これはオキーフですね。これは同じ時代を生きた女性の画家ですけども、オキーフの作品です。私すごい好きなんですけども、でオキーフの旦那さんっていうのがアルフレッド・スティーグリッツなんですよ。スティーグリッツはオキーフと出会って、結婚もするんですけども、彼女をモデルにしてね、本当にいい写真作ってきますよね。彼は近代写真の父と呼ばれてますけれども、多様な作品がある中で、私はオキーフをモデルにした作品が大変好きですね。夫婦だから撮れる、近い関係だから撮れる、そういうね写真、彼なりの優れた造形的なセンスがね、そういう作品がたくさんあります。はい、では今日の本題です。
これからお見せするのは2016年だったと思いますね。ハワイで撮影しました。日本じゃ撮れないということでハワイに行って、抽象写真を作ろうという意気込みで撮影してきたんですよ。ですからかなり気合を入れてね、ハワイに行って撮ってきました。まだ全部作品にはなっていません。なぜハワイかと言いますと、日本にはない色があるんですよ。あの国には花、植物を見ていただくと全く日本とは違います。鮮やか、ビビッド。そして街中を歩いても、看板を見ても、足元を見ても、ハワイにあるものは全てが私にはビビッドで輝いて見えました。その激しい色を写真の中で表現する、抽象的にということにチャレンジしたものでございます。まず1枚目、これは街を歩いていて気になったんですよ。なんだこれ、ゴミ箱だったかもしれませんが、でこの塗装の剥げた赤ね、そして奥の方にグリーンがあります。赤と緑は補色です。お互いを求め合う色でもありますよね。この補色なので、これをうまく使えないかということで、アングルをねもう考えて考えて、撮影したものです。まあ、レンズは 50mm の開放で撮っています。まあ、結構ね私お気に入りの作品なんですよ。特に、白のテキストですね。この HATAN って書いてありますけども、このフォントがフォントと、それからカパッちょっと開いた、中の黒ですね。そして赤と緑のコントラストがお気に入りでございます。これは浮き上がった絵の具、まあ、先ほどお話したジャクソン・ポロックのドリッピングのようにですね、盛り上がっています。この赤が印象的なので、撮ろうということで撮っています。まあ、落書きのようなね感じもします。特に下の黒で描かれている文字だか何だか分かりませんけれども、これもねまるでジャクソン・ポロックの絵画のようであり、それから光が左側から半分だけ入ってますよね。まあこんなのも面白いなと思って撮影してみました。個人的にはポロックを連想させるものになっています。どこで撮ったのかはっきり覚えてませんね。ただ古い建物の室内と屋外で撮影しました。この建物にはちょっと用事があって中に入る機会があったんですけれども、日本にはない金具なのかな、そういったものがねむき出しであるんですよ。それが面白くて撮ってみようということで撮影しました。マクロレンズがあるわけじゃないんですよね。ただ 50mm 一本勝負みたいな感じで撮影してますから、そんな近くまでは寄れないんですけれども、まあこの背景のボケ具合が面白くてねいいのかなと思っています。これ見た時にこれは絶対撮ってやろうと思ったんですよね。このひび割れですよ。塗装がひび割れてきてますよね。これはいける、面白い絵が作れると思ったんですよね。でこの左側を生かすために、もう右側はもうボケボケにしてしまおうと。でかすかに背景には青と赤が見えますよね。これもちょっとおしゃれかなと思って意識しながら、撮影してみました。モノクロームのような感じですけれども、淡い色が上の方に少し入っていて、ボケていくというね、まあそういう、作品でございます。で最後の写真になりますけども、
ハワイの植物、先ほども言いましたが、日本ではありえないほど鮮やかです。そのビビッドな赤を抽象絵画のように表現してみました。まあ、ギリギリまで寄って空間をね、ぼかしているんですけれども、写真というよりは絵画のように見えるかもしれません。先ほどお見せしたオキーフにね、近いものがあるのかなと勝手に思ったりしております。というわけでございます。これらのシリーズはね、しっかり作品になるように、していかなければなりません。膨大な量撮影してきて、そのままほったらかしになっているんですよね。まあ今年もね、2回ほど、ポートレート撮影してますけれども、動画にすると言いながら、それもそのまんまですよね。ニコン DF 友の会の方の会員登録を希望される方、まだいらっしゃって時々ね、いただいております。ありがとうございます。明日はいよいよモナクロギャラリーの件について皆さん方にお伝えしたいと思います。どうも今夜もご視聴いただき誠にありがとうございました。